これかは遺跡復元施設、これかは遺跡は、青森県八戸市大和座、これかは中井にある、縄文時代晩期の遺跡。別称、これかは石器時代遺跡とも言う。1957年7月1日、国の史跡に指定されている。2021年、北海道、北東北の縄文遺跡群として、世界文化遺産に登録された。これ川遺跡本遺跡は、 地域南東部の荒井田川沿いの標高を10から30メートルの大地に広がる縄文時代の集落遺跡。縄文番期を中心とする中井遺跡、縄文前期、中期の一王子遺跡、縄文中期の堀田遺跡の3つの遺跡を総称して、これ川遺跡と呼ばれている。中井遺跡は低湿地を主体とする遺跡で大量の好みの殻や遺物が捨てられていた。 この捨て場から関係を保つ、多数の土器や石器、漆塗りの多様な植物性異物が検出された。また、土工房が検出され、赤色顔料が巻かれた人骨が出土している。一王子遺跡は、長谷部源人による、遠藤土器の命名の地。山内清と北定吉による、縄文土器の年代の加減をめぐる、ミネルバ論争の元となった遺跡でもある。 縄文時代前期、中期の土器の他に、貝塚が見つかっており、重骨や骨格器などが出土している。発体石では、縄文時代中期、後期の土器片が採取され、中期末の円形縦穴住居紙、後期の集積以降があるが、全容は明確でない。弥生時代前期のモミヤみコン土器が出土し、当地への稲作電波の時期がわかる。 明治時代から本遺跡周辺で土器、石器が出土していた。1920年から八戸の土地所有者、泉山岩次郎と議定の泉山明次郎によって発掘された。出土遺物は大切に保管されていたが、戦後になって6000点余りの収蔵品が八戸市へ寄贈された。遺跡は1957年7月1日に国の史跡に指定され、 1962年には、中井遺跡出土品633点が、国の重要文化財に指定されている。1993年には、縄文学習館建設予定地の発掘調査が、実施され、1999年から2004年に、かけて、泉山岩次郎らによる、発掘調査以来80年を経て、中井遺跡の葉に、内容確認の調査が行われた。 これらの調査時の出土品のうち330点が2011年に重要文化財に追加指定されている。出土遺物は文様が表現された縄文土器や祭祀などの際に用いられたと考えられ、板期特有の石棒や石鹸、女性の姿をかたどった土偶、赤い漆が塗られた植物性容器、 器のうち、外側に赤漆が塗られた壺形瓦家、中高土器など、当時の工芸技術や精神世界を伝えるようなものが、数多く、縄文版記に、東北地方一帯に広がった亀ヶ丘文化圏の、内容を示す、国内随一の資料と評されている。中井遺跡の特殊で単層からは、クルミとチならなどの果実のため、木製の腕は、耳飾り、瓦家、石器、 木器、漆器、弓、大刀、古都、串、樹皮製品、土偶、骨格器、動物遺体などが出土している。さらに、弥生時代前期の恩賀川系土器も出土している。出土遺物は主に、これ川縄文館に所蔵されている。休館中の縄文学習館遺跡周辺には1963年に、これ川高古館、1975年に、 八戸市歴史民俗資料館、1994年に八戸市縄文学習館がそれぞれ開設された。2011年7月10日には、これ川縄文館が開館し、縄文学習館は、これ川縄文館の付属施設となった。縄文学習館は2020年7月から、整備改修のため休館となり、復元住居への立ち入りもできなくなっている。 ありがとうございます。